前回のあらすじ。様、私は心配です。え？あなたみたいに美人で天才の方が万が一ペンチで怪我をしたら私は耐えれません。ですので、もしよければ50億円追加で鍵を購入できます。美人で天才の霊夢様の綺麗な手を汚すわけにはいきません。ぜひご購入を検討されてはいかがですか？います。買わせてください。うわ、マジで渚博士の言った通りになった。こいつマジで金づるだ。ありがとうございます。それでは至急鍵の方をお送りいたしますので、あと2日ほどお待ちくださいませ。わかりました。楽しみに待っています。鍵が、50億？ぐへへへへー、とうとう鍵をゲットしたぞー。さあ、これでとうとう我がマイロボットをゲットすることができます。それではー、ガッチャンコ。え？これはまさか、25ドー。よしよし、それでは今度こそ行きましょう。ガッチャ、楽しいデュエルだったぜ。お、きたー、かわいいー。これでようやく私の幼女グフグフ計画が始められます。本来の目的変わってるだろ。この子はどうやって起動させればいいんだろ。あ、なんか説明書みたいなのがある。このロボットの起動方法は、え、一発ギャグをして笑わせれば起動します。なんてめんどくさい起動方法。まあでも私笑いの達人だし、余裕余裕。じゃあ行きますよ。布団が吹っ飛んだ。このロボット壊れてる。欠陥品です。お前の頭が欠陥品だ。なんとかして笑わせます。布団が、ピピスピカルスピラチオンブンブンスギマルピッピッピー。はぁ、全然笑わない。なんでだ？絶対この子、壊れてる。ちょっと見てみようかな。じー。こんにちは。おお、なんで動き出したのかわからないけど、やったー。こんにちは、私は君のご主人様だよ。はい、存じております。ブンバボンさんですよね。え？ブンバボン？ブンバボンさん、改めてよろしくお願いいたします。なんで私教育番組の踊りになってるのー。これは何かの、間違いだー。ここまでのご視聴、ありがとうございました。本編の方はお楽しみいただけましたでしょうか？もしお楽しみいただけたのでしたら、こちらのチャンネル登録ボタンを押していただければ嬉しいです。スマートフォン、タブレットの方はこの動画の下にあるこのボタンをクリックしていただければ登録できます。それと、このシリーズをもっと見たいという方は、概要欄に前回の動画と再生リストを載せておきますので、よければ見てください。それでは次回もご視聴のほど、よろしくお願いいたします。